はい、こんにちは。税理専門税理士川南です。本日の動画はですね、確定申告シーズンということで、確定申告書の様式が今までは A と B とあった用紙が1枚に統一され様式が1つになりましたので、そちらを踏まえ確定申告書の用紙の記入方法について動画で解説していきたいと思います。 YouTube 以外にやっている SNS もやっておりまして、 TikTok、Insta、Twitter、Voicy とやっておりますので、よろしくお願いします。またビジネス書を2冊出版しております。自営業フリーランス向けの本とインボイス制度の本と出版してますので、こちらもよろしくお願いします。 SNS と出版している本はすべて概要欄から飛べるようになってますので、ぜひそちらの方からよろしくお願いします。では早速、新しくなった確定申告の用紙の書き方いってみましょう。はい、では早速、今年から様式が変更になった確定申告用紙について解説をしていきます。本日の内容です。令和4年分より様式が変更になりましたよということで、用紙が統一されました。 A と B というものが廃止されましたので、記入方法について解説をしていきます。記入方法の解説をする前に、確定申告書には1票と2票というものがあるんですけど、その1票と2票の違いについて最初に押さえておきましょう。まず第1票なんですけど、1票というのは基本的に数字のみを記載する用紙となりますので、数字が載ってくるんだなというふうに覚えておくと、この後の動画分かりやすいのではないかと思います。では第2票の方は何を記入するかと言いますと、この1票に載ってきた数字の根拠、もう少し詳しい情報を教えてくださいということで、1票の数字の証拠となるようなものを2票の方に記入していくというふうにイメージしていただくと、この後の動画分かりやすいと思います。こういう確定申告動画について、ちょっと1点だけね、注意点と言ってお願いなんですけど、全てのパターンの確定申告をね、解説できるというようなことはできません。やはり確定申告というのは各人それぞれになりますので、多いであろうパターンを解説していってますので、共通する部分をピックアップして解説していってますので、ご了承ください。それではまず1票と2票のね、違いを頭に置いたところでスライド進んでいきます。こちらが令和4年分の新しくなった申告用紙になります。表示にね、あるように今まででしたらここに A、B って記載があったんですけど、ここで見てわかるようになくなりましたので、皆さん A って書いてないよとか、申告書 B って書いてないよということで、どうしようというふうにならなくて大丈夫です。今年、要は令和4年分から1枚の申告用紙に統一がされました。先ほど言ったように、こちらが第1票ですね。こちらが第2票というふうになりますので、覚えておいてください。第1票は数字を基本的に記載する、2票はその根拠証拠を記載するというふうにイメージしてスライドを進んでいきます。最初、ここの部分を切り取って解説をしていきますね。記入方法です。一番上の部分はですね、自分の個人情報、住所や氏名などを記入するというふうに覚えていただくと、スラスラと書けるのではないでしょうか。まずここの第1票の一番上に出てくるのが、管轄の税務署を書きます。これは普段皆さんが出している税務署は基本的に変更はありませんので、いつも出している税務署名を書いてください。もし今年初めて申告する方で、自分の提出する税務署先がわからないという方は、調べる方法がありますので、そちらで、ね、調べていただけると、簡単に自分の提出する税務署、管轄の税務署というのがわかりますので、調べてみてください。概要欄にね、ちょっと調べ方載せておきますので、ぜひそちらの方で調べてください。では次進んでいきます。こちら日付なんですけど、ここは提出日を記入する欄になります。ですので、令和5年の2月か3月15日までですので、その間の期間が入ることになります。提出日なんですが、まだいつ提出するかわからないという方は、日にちだけ開けておいて、提出するときに記入するっていう方法でも大丈夫ですし、電子申告でする場合は、送った日が自動的に記入して入ってきますので、ご安心ください。今回は令和4年分の確定申告になりますので、令和4年分と書いて、ここが確定申告書というふうに記入をします。そしてここは住所や氏名などご自身の個人情報の方を書くことになります。ここですけど、令和5年と入れていただいて、1月1日の住所、大体ほとんどの方がね、同情となるかと思います。タイミングで引っ越しとかしない限りは、1月1日時点の住所が上と一緒の方がほとんどだと思いますので、同情というふうに記入をしてください。マイナンバーについてちょっと解説します。マイナンバーなんですけど、皆さんお持ちのマイナンバーの方をこちら記入することになります。 e-tax でする場合はですね、機械を印刷すると、このマイナンバーが表示されずに印刷されるってことが多いですので、これは個人情報を守るためにそのようになっておりますので、きちんとデータの方は飛んでいってますので、ご安心ください。生年月日を記入します。この3番というのは、おそらく3は確か昭和だった気がします。これ1234ってなってますので、調べていただいて、手で書く方はちょっとね、何番か調べていかないといけないんですけど、電子申告の方は自動的に選べるようになっていて、何番が昭和で令和っていう風に表示されてますので、そちら該当するように入力をしていただければ大丈夫です。そしてお名前を書いていただき、職業、これは小売業とかね、サービス業、該当する職業を書いてくだ
ください。そして次、屋号に行きます。屋号というのは何かと言いますと、あなたのお店の名前になります。おそらく開業届で記載してあるお店の名前、屋号っていうのが記載されていると思いますし、この職業もですね、開業届に書いてあるはずですので、わからないという方は開業届の方をね、探してみて何で提出してるか見てください。で、世帯主の氏名は世帯主のお名前を書いてください。本人の場合は族柄は本人となりますし、違う場合はですね、世帯主との間柄、関係性の方を記入してください。そしてここに種類があるんですけど、青色申告の方はこの青色というところに丸を打ちます。電子申告の場合は去年青色してますと自動的にこちらも入ってくるのでご安心ください。そして整理番号なんですけど、これ分かる方は記載していいですし、これはね、過去の申告書を見るとあなたの整理番号何番ですよって記入すれば大丈夫ですし、分からないという方はここは書かなくても大丈夫ですのでご安心ください。そして最後、電話番号になります。これ自宅か勤務先か携帯か選べるようになってます。皆さんね、心配になるのが携帯番号ダメなんですかっていうふうに聞かれることあるんですけど、携帯番号ももちろん OK になります。その代わり、ここに書く連絡先というのは連絡がつく電話番号、もし何かミスや訂正や問い合わせがあるときに税務署の方からここにかけるっていう番号になってますので、つながる番号を記載するようおすすめします。つまり連絡がつく番号を記載してください。次のスライドではですね、この確定申告書の一票というのはブロックごとに分かれているので、このブロックをまず押さえる解説をします。こちらが確定申告書一票のブロックの説明になります。前のスライドで解説していたのが、この申告用紙の上の部分の記載方法を解説しておりました。一票というのは実はブロックごとに分かれておりまして、色分けがされてますので、しっかりとここは押さえましょう。まずグリーンの部分が収入の金額を入れるブロックになります。こちら収入は何かと言いますと、自分のビジネスをされている方は売上になりますし、会社員の方は給料の総額になります。このようにグリーンのブロックに収入額、トータル金額を記入するというふうに覚えておいてください。青色のとこですね、ここに所得を記入します。所得っていうのはどういうことかと言いますと、自営業の方ですと売上から経費を引いたものが所得と言われますので、所得の金額を記入することになります。ですので、この2番とあるように経費などを考慮した後になります。所得金額というね、会社員の方も同じくこのね、総収入から引けるものがありまして、所得と呼ばれる計算方法をする方法がね、あと後々スライドで紹介するんですけどあります。とにかくこの水色のところ、2番のところはですね、所得金額を記入するブロックなんだというふうに覚えておいてください。そして次が3つ目、3番目のブロックになります。こちらは所得からこの青のところからさらに控除できる項目を記入するブロックになります。3番で所得控除と呼ばれるものです。どういったものがあるかと言いますと、皆さんご存知のように社会保険や生命保険、地震保険に入ってるよっていうふうなこと、さらに所得から控除できるものがありますよっていうのを記入するところになります。その他、医療費控除やふるさと納税をした場合もこの所得控除の赤の3番のブロックに記載することになります。そしてこの 1,2,3 のブロックを記入すると税金の計算ができるようになるんですね。この4番で紫のブロックですね、この4番の税金の計算のところで税金の金額を実際に計算するところのブロックになります。そしてその他下にあるのはピンクのところなんですけど、その他該当するものを記入しておく箇所がありますので、こちらがその他のところを記載することになります。具体的にどういったものかと言いますと、青色申告の特別控除の金額や先住所給与がある方はこちらに先住所給与いくらですよっていうようなことを記載する箇所があります。このように第1票の数字というのは 1,2,3,4,5 と5つのブロックで分かれておりますので、また色分けされておりますので分かりやすくなっているので、このイメージを持ってこの後あとスライド進んでいくと分かりやすいかと思います。このように第1票はブロックごとに分かれてますので、そのブロックに1票は数字が入ってきます。最初に言ったように1票は基本的に数字を記載する表ですよというふうにしたので、このブロックごとに該当する数字を入れていくという感じになります。それでは実際この後ですね、会社員の方がふるさと納税をした場合のケースについてどういうふうに記載していけばいいのかについて解説をしていきたいと思います。会社員の場合です。会社員の方ですと、このように源泉徴収票をもらうってことが多いかと思います。ですので、この源泉徴収票を見てそのまま移していけば OK ということになります。まず源泉徴収票のここの支払い金額のところを見てください。これが先ほど言った1つ目のブロック、グリーンの収入金額になります。今回は会社員の方ですので給与に該当しますので、給与の箇所にこの支払い金額のトータル額、つまり会社から1年分もらった金額を記載することになります。これ赤のとこですね、赤枠のところの587万円をそのまま記載します。じゃあ所得、2つ目のブルーのブロックのとこですね、所得金額はいくらですかというと、これも源泉徴収票を見れば記載が載っております。この青のところになります。427
25万4400円と書いてありますので、こちらを青のところ、同じく給与のところに数字を入力します。この給与所得控除後の金額というのがどういうふうに出るかと言いますと、これ自動的にね、年末調整会社でされてる方は記載されてるんですけど、 e-tax でね入力していても自動的に数字は入るので、そんなに気にしなくてもいいんですけど、やはりね、なんでこの数字になるのっていうふうに気になる方がいらっしゃると思うので、次のスライドで解説をします。必要ないという方は飛ばしていただいて結構です。では先ほどの給与所得控除後の金額ってどういうふうになるんですかって言いますと、会社員やサラリーマンの方というのは自営業の方みたいに経費というのがね控除されないって言ってね、平等感がないよねということで、会社員の方でもサラリーマンの方でも経費の代わりのようなものと思っていただいたら分かりやすいかと思います。というように、収入はこういうふうになりますよというのは計算表、要はルールがもう決まってるんですね。ですので該当する箇所に従ってこのように金額が出てくる。またこれ以降の方は計算式がありますので、給与所得控除後の金額というのがこのように出ます。またですね、この計算式に当てはめずに一覧表になっている表もありますので、興味ある方は探してみてください。給与の金額の方は給与所得控除後の金額がいくらですというふうにね、このブルーのラインにずーっと書いてありますので、これ結構分厚い冊子なんですけど、このようなものでもう決まってる金額になります。ですので e-tax などですると、もう自動的に金額が入ってくるということになります。給与所得控除後、気になる方はここ押さえておいてください。では話一旦戻しますね。で、先ほど解説したように、ここの収入金額と所得金額が埋まったので、その次に進みたいと思います。次3つ目のね、赤いブロックになります。所得から差し引かれる金額は何ですかっていうと、これも源泉徴収票に書いてあります。所得控除の額の合計額がここにあります。オレンジのラインのところですね。この207万6110円が控除額ですよって出てますので、207万6110円というふうに記載をします。これ源泉徴収票を見ながら e-tax の方で電子申告で進んでいくと、何が引かれているかっていうのを入れる項目がありますので、こちらも自動的に入ってくるというふうにシステムになっております。今回ね、この一つ一つのね、ちょっと説明は省かせていただきます。これを知らすとね、またキリがないんですよね。なので今回はここの控除額の金額っていうのは源泉徴収票を見れば記載されていますので、ここの金額と合うようになっていれば OK ということになります。そしてこの合計額というのは、この所得から差し引かれる金額が記載されているっていうことが分かれば大丈夫だと思います。それでは次行きましょう。じゃあこの方はですね、ここのねところに数字が入っているっていうことは年末調整をされているってことです。ここの青色のところに金額が入ってないと会社の方で年末調整がされてないよっていう印になりますので、年末調整をされているのかされていないのかはここで基本的に判断をするようにしてください。それでは今回は会社員の方がこのような源泉徴収をもらって、個別に今回は寄付金控除、要はふるさと納税を8万円分したという前提で計算方法を解説していきたいと思います。8万円ふるさと納税をするということは、2000円はふるさと納税は控除額があるっていうふうにルールになりますので、8万円ふるさと納税をすると2000円を引かれた7万8000円が寄付金控除額としてさらに控除ができるということになりますので、こちらの所得から差し引かれる金額のところにこのように記載をします。もし医療費控除もあるよという方は、この医療費控除の欄に控除金額入ってきますので、そちらの方を漏れのないように記入するようにしてください。それではここまで記入ができると、収入から所得金額も書いて差し引かれる控除金額も出たので、いよいよ税額の計算の欄ブロックに進みます。次のスライドで紹介します。こちらが次のブロックになります。税金の金額ですね。こちらはですね、先ほど書いた所得控除後の金額425万4400円から所得控除、要は控除される金額207万6110円を引いた金額が、この所得控除の合計額の207万6110円とふるさと納税をしてますので、その7万8000円を引いた金額をこの青からオレンジを引いて、さらにふるさと納税をしてるので7万8000円を引いた金額がこちらに来ます。210万円となります。本当はですね、厳密に言うと210万290円ってなるんですけど、ここはですね、四捨五入して切り捨てますので、ここは一旦この00、1000円未満は切り捨てることになりますので、こちら綺麗な丸い数字になります。そしてこれに対して税率がかかってきます。課税される金額が210万円と出ますので、これに対して税率がかかってきます。じゃあこの税率ってどういう風になっているんですかっていうと、次のスライド見てください。これ皆さん見たことある方多いかと思います。こちらが所得税の税率表という風になっております。要は稼げば稼ぐほど5、10、20、23というように税率は上がっていくよっていうことです。そしてこちらに控除額がありますので、この控除額を使うことで 10% から 20% いきなり上がると急な段になってしまいますので、それをなだらかにするように、こう徐々に滑らかな曲線で上がっていくように、この控除額というのが決められています。このように決まっていますので、どうしてだ
だろうというふうになく、こういうルールで日本は税率を計算しますよというルールになります。今回のとこですと、先ほど言ったように200万円を超えているので、この2段目の欄で計算をすることになります。この2段目見ますと、税率は 10% ですので、先ほど言った210万円 ×10% して、控除額9万7500円を引いて税率を出します。で戻りますね。先ほど見たスライドで税率を計算すると、11万2500円がこの方の税金額と風に決定がされます。そして今回住宅ローン控除等々ね、正当な寄付金等ない前提で進むと、ここですね、41番に11万2500円がそのままおります。そしてこれを11万2500円に、日本は復興所得税というのがかかりますので、復興所得税 2.1% をかけます。そうすると 2.1% をかけると2362円出ますので、この11万2500円にこの復興所得税2632円を足して、合計のあなたの令和4年分の税金額は11万4862円になりますよとなります。そして源泉徴収票を見ると、もうすでにですね、会社の方で事前に源泉徴収されて、年末調整も終わってますので、ここの源泉徴収税額をもうすでに払ってるということになりますので、12万2800円、このグリーンの金額をこちらの源泉徴収税額に記載をします。これ記載忘れないようにお気をつけください。もうすでに払ってる税金があるので、そっから要はふるさと納税をする、もしくは医療費控除をするとかね、また生命保険控除をね、年末調整の時に出し忘れていたって方は計算をし直すことができるというような仕組みになってますので、ここのすでに数字グリーンのところを記載して、すでに払ってる金額がこちらに記載することになります。そして出た税金額はですね、要はふるさと納税を考慮して11万4862円ですよということで、もうすでに払ってるのが12万2800円なので、多めに納めているってことになりますよね。そうするとこの2つの差額ですね、12万2800円からあなたの今年の税金額を計算した11万4862円から引くと、差額が7938円となります。これがいわゆる還付金と呼ばれるものになります。今回のケースですと7938円が戻ってきますよってなります。さあここのね、計算を聞いて皆さんね、こんな計算複雑そうで自分で間違いなくミスなくできるかなって不安になった方いるかと思うんですけど、 e-tax や会計ソフトを使いますと、ここは自動的に計算をしてくれますので、先ほどのブロックの1番2番3番を入れていっていただければ、この4番のところは自動的に計算出来上がってきますので、ご安心ください。とはいえ手書きの方はこれをね、ご自分でしないといけないので、しっかりと押さえておきましょう。それではね、今回は還付申告が出たということで、還付先を記載しなければいけないので、そこについて解説をします。こちらのところですね、その他の下にですね、還付される税金の受け取り場所を記載する項目があります。こちらサンプル載せておきました。銀行の方はこのように何々銀行何々して、普通預金の方が多いですかね、口座番号を書くようにしてください。そして一つ注意点なんですけど、この銀行口座でもゆうちょ銀行でも本人名義のものになりますのでお気をつけください。要は申告書を提出する方の名前の名義の金融機関のものじゃないと受け取れませんので、そこはご注意ください。家族名義とか不可になります。そしてゆうちょ銀行の方はですね、このように記載をします。このね、銀行支店のところは記載不要で、ここの記号部分と番号部分を記入すれば、ゆうちょ銀行の方はこのゆうちょ銀行、書いたゆうちょ銀行に還付されることになります。そしてもう一点なんですけど、ネット銀行は対応不可のところがありますのでご注意ください。ご自分が使っているネット銀行がこの還付金の対象、要は還付金が受け取る場所として対応してるかどうか調べてから記載してください。大体のところね、だいぶ対応カバーできてきてはいるんですけど、まだまだねできていないっていうね、ネット銀行さんありますので、しっかりと調べてから記載した方がいいかと思います。もちろんね、記載して何かあったら税務署の方から電話がありまして、ここの銀行さんちょっと対応してないので違うところでお願いしますというような連絡はあるんですけど、そういうねやり取りが嫌だよとかね、また再提出しないといけないという風な流れになりますので、きちんと金融機関の方は調べて記載することをお勧めいたします。今回の確定申告書からちょっと新しい記入箇所が出てきたので少し紹介したいと思います。貢献受取口座の登録の同意をする、貢献受取口座の利用って丸打つとこがあるんですけど、これ基本的にまだ大丈夫な方多いんではないかなと思います。貢献受取口座をもうすでに設定している方が、その最初に設定している銀行と違うこの銀行名を挙げてしまって丸を打ってしまうと、そちらが上書きされてしまいますのでご注意ください。まだね、そういう貢献受取口座しないよっていう方はこちらね、スルーで大丈夫ですので、ここ安易に丸を打ったりしないようお気をつけください。もちろんね、貢献受取口座にしたいっていう方は丸を打っても大丈夫です。こちら変更点ですのでお気をつけください。それでは第1票がここで終わったということで、第2票の本拠の書き方について解説をしていきます。はい、こちらが第2票の上部分を切り取った画面になります。今回ですとですね、この所得の内訳っていうと欄がありますので、この所得の内訳の欄にこの源泉徴
徴収票の明細を書く、一票に書いた数字がどういったものですかっていうのを補足で書くイメージですね。今回の場合所得の種類は何ですかってなると給与になりますので、ここの給与所得の源泉徴収票という記載があるので給与と書きます。そしてそこに会社の住所を見て記入してください。そして収入金額は先ほどのこの表を見ながら書けば大丈夫ですので、収入金額がここの587万円になります。そして源泉徴収税額は何ですかって聞いてきてますので、こちらも源泉徴収票の金額を見て12万2800円というふうな記入をします。そしてここね48番の合計額があるので、こちらそのままスライドすることになります。また他にもね源泉徴収票何枚もあるかって方はこの下の欄に随時追加して記入していくっていうイメージになります。そして2票はね根拠や証拠を書くって言ったんですけど、例えばこの社会保険料控除に国民年金のね支払いがある、いくら払ってるっていうふうな方の記載、また生命保険がある方は新生命保険をいくら払ってるのか、個人年金はいくらなのかっていうふうに書く欄がありますので埋めていくという形になります。今回ちょっとねここまで解説してると長くなってしまいますので割愛させていただきます。このように2票は1票に入れた数字の補足情報を記載してくださいっていう表になります。じゃあ下の段の方を見ていきますね。2票の下の段に行きます。今回ですと寄付金ふるさと納税をしているって前提でしたので、ここに名称寄付金の先の名称を書いて寄付金金額8万円となります。ここ欄が小さいんですけど e-tax の場合はですねふるさと納税一件一件に対して一つ一つ入力できる画面ってありますのでご安心ください。そしてその下は何を書いていくかと言いますと、配偶者がいる方は配偶者の名前、個人番号、生年月日等々を記載していくことになります。ここは配偶者や扶養親族に関する項目を書いていきます。そして事業をされている方はここでね先住者給与を使っているよって方はこちらの方に記載をすることになります。これはねビジネスされている自営業フリーランスの方だけなので簡単に紹介して流します。そしてその下は住民税、事業税に関する項目がありますので該当するものがある方はこちら記入をするようにしてください。この欄は退職所得に関することになりますので書く方は一部の方ではないかなというふうに思います。その下もね少し書く箇所あるんですけど該当する方はこちらの方を記入するようにしてください。そしてここの最後整理欄のとこなんですけど、ここは税務署の方が記載する欄になりますので記入しなくても大丈夫です。はい、そしてこっちですね。税理士署名というのがね今まででしたら第一票のところにあったんですけど、どうやら空欄がね狭くなってきたみたいで、今年の申告書は令和4年分から2票の方に移動することになっております。税理士の署名、税理士に依頼されている方は顧問税理士の名前が第2票のこの一番下にあるので1票に載ってないというふうにね思って慌てなくても大丈夫です。2票の方に移動されてますのでご注意ください。以上のようにですね、今回令和4年分から確定申告の用紙が統一されて記載方法がねわからないんじゃないかっていう方いらっしゃるんじゃないかなということで、簡単に動画で紹介をさせていただきました。本日の動画以外にもですね、過去に確定申告の動画というのは私たくさん出しておりますので、こういったもの最近出した動画もあれば、ちょっと古い去年一昨年に出した動画もありますので、こちらの方を見ていただいて勉強していただいて確定申告一緒に頑張りましょう。私は税理士川南のオンラインサロンということでオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上でいつでも質問や相談することができます。これはねオンライン上に税理士を味方につけるということで好評です。そして2つ目のメリット、定期的にサロンズームを開催しております。こちら2ヶ月に一遍程度でしてるんですけど、私とズーム上で直接質問や相談することもできますし、またサロンメンバーさんと情報交換ができるということで非常に好評です。そして3つ目ですね、税理士の裏側を公表しているということで、経理や税金情報、また YouTube や TikTok、ボイシーの裏側などなどサロンのみに情報を投げておりますので、ぜひオンラインサロン気になるよって方は概要欄の URL から飛びるようになってますので、ぜひご検討ください。参加お待ちしております。ぜひねチャンネル登録もよろしくお願いします。このように今後はですね確定申告シーズンということで、確定申告に役立つ動画どんどん出していく予定ですので、チャンネル登録をしてお待ちください。またいいねやコメント高評価ボタンしておいてくださると励みになりますのでお願いします。またビジネス書を2冊出版しております。インボイス制度の Q&A ブックということで、かなり分かりやすくインボイス制度解説した本出版してますので、これからねインボイス制度の時期、またこれからまたインボイス制度ね盛り上がってくると思いますので、しっかりと学んでその内容にしておきましょう。そしてもう1冊はフリーランス自営業向けに必要な経理、税金、確定申告、節税の方法が1冊にギュッとまとまった本を出してますので、こちら本も合わせてよろしくお願いします。またその他やってる SNS、 インスタグラムがフォロワーが3万人、
Twitter もやってますし、 TikTok はフォロワーが 6.3 万人、またボイシーもスタートしてますので、毎朝8時にビジネス情報を投稿してますので、ぜひその他 SNS もチェックの方してください。全部 SNS もビジネス本も概要欄から飛べるようになってますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは本日の動画以上になります。確定申告シーズンということで、自営業フリーランスにお役に立つような動画どんどん出していきますので、チャンネル登録してお待ちください。それではね、確定申告シーズン、私も忙しい時期なんですけど、一緒に確定申告頑張りましょう。それでは本日も最後まで見ていただいてありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。